京グリーンビズアドバイザリーボードを始めさせていただきます。人間がもっときちっと管理をする新しい時代の緑っていうのを東京からも始めていただけたらなというふうに思って参加させていただきました。幸い東京都には、森林資源がないようでしっかりありますので、ここでやはり、林業の振興と、それから都民が安心してですね暮らしていけるように、取り組んでまいりたいと思います。緑もこう大きな転換期を迎えていると認識してますので、上手に発信をぜひしていただきたいなという期待も持ちつつ、参加をさせていただきました。グリーンビズでしっかりとこの東京の緑を守って、そしてまた増やしてつないで、さらには生かしていきたいというふうに考えております。都民そして民間の皆様とともにですね、加速度的にこのプロジェクトを展開をしていきたいと思っております。緑といいましても本当に幅広いものがございます。皆様方 の専門のもう知識、そしてまたご経験、さらには提言を生かして、東京をグリーンビズの街にしていきたいと考えておりますので、どうぞご協力よろしくお願いを申し上げます。